ドジャース、レッドソックス、20日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平選手は1点を追う6回先頭の第3打席で左中間を破る二塁打を放った。動画、打って走って。大谷の勢いが止まらない解説も興奮。右腕、ベイヨの変化球にタイミングが合わず、1ゴロ、3ジャヒに仕留められて迎えた打席。初球のチェンジアップにバットは空を切った。2球目はしっかりと見極め、3球目の外角ツーシームも見送った。カウント有利となり、甘く入ったスライダーを一閃。打球は181キロと驚異のスピードで遊撃の左大地付近にいた三塁手の横を抜け、あっという間にゴロで左中間フェンスに到達した。これには本拠地のファンも驚きの声が上がり、騒然となった。これで後半戦は2試合連続で二塁打をマーク。前半戦から5試合連続安打となった。その後1試1、2塁から T、ヘルナンデスの2球目にダブルスチールを仕掛ける場面もあったが、ファウルに。あわや牽制死のシーンもあった中、ヘルナンデスの右前田で一気にホームへ生還。試合を振り出しに戻すと、ドジャースタジアムは大歓声に包まれた。さらにパヘズの儀比で試合をひっくり返したドジャース。5回まで苦しめられていたベイヨを見事に攻略した。